パンツでで始始めめる Python モノレポといいうタイトルで発表を始めますはい、私は西原といいます。CADY という会社の AI チームでリードエンジニアをやってます。業務としては主に MLOps の推進だったり、社内に Python ワーキンググループというのがありまして、そこのリードをしてます。で好きな Python の OSS としては Pydantic が好きで、えー、つい数か数ヶ月前に 2K がリリースされてますます強化されてていいなと思いました。 き、えー、今日の発表なんですけれども、えー、このような内容についてお話ししようと思っています、えー。まず1つ目はモノレポについてです。で2つ目はモノレポで、えー、ビルドツールというものを使っていくのですが、えー、そのビルドツールのパンツについてお話をしていきます。はい、モノレレポポポについいてて、えー、進めていきます、えーまあ、ポリレポと モノレポというものが二つ大きく分類することができまして右側のモノレポは複数のプロジェクト単一のレポジトリで管理する構成ですで、左側のポリレポは複数のレポジトリで管理する構成となってますポリレポの特徴を少し深掘りしてみます 各レポジトリごとに技術選定とか意思決定がしやすく自由度が高いというメリットがまずありますさらにレポジトリが分割されているのでコードサイズが小さくなりやすくそれによる認知負荷の軽減が期待できますさらに短いビルドだったりテスト時間というメリットもあります気になる点としては統一的な管理だったりレポジトリ間の一貫性が保ちづらいということがあります さらに、コードや設定、CICD の共有が難しく、えーまあ、いろんなレポジトリで同じ設定とか、えー、CICD を、えー、似たようなことをしているみたいなことが、えー、状況としては発生しえます。続いて、モノレポの特徴について見てみます。一貫性と集約的な,集約的な管理ができるというのが、えー、まず一つメリットかなと思います。続いて、コードや設定、CICD の再利用による工数削減。 っていうのも期待できますあとは高い可視性によって、えー、レポジトリにドキュメントとコードが集約されてますので、えー、あらゆるレポジトリを飛び回ってソースコードとかドキュメントを探すということがなくなりますあとはシングルソースオブトゥルースだったりアトミックコミットといったのもメリットになると思います気になる点としては、えー、技術選定だったり 意思決定の影響範囲が大きくなるということがあってこれは良くも悪くもどちらにも作用するので、えー、注意が必要かなと思ってます、えー、その他、えー、と開発規模が拡大してくるとビルドだったりテストの時間が長くなって、えー、そのパフォーマンスが気になってきますあとはコードサイズとして、えー、大きくなりがちなのでその認知負荷だったり学習コストだっていうのが、えー、デメリットとして考えられますはい でモノレポを採用して開発規模が拡大していくと次のような懸念があります依存管理の複雑化だったりとかテストやビルド時間の増加あとは1つのレポジトリで複数の開発者がソースコードを編集するのでコンフリクトが起こりやすい状況だと思います、はい、でこういった懸念があるんですけどもこれらの課題はビルドツールを使うと改善できますはい でビルドツールがじゃあ何なのかどういったことができるのかというところで少しビルドツールの機能を見てみますざっとビルドツールが提供している機能を書き出してみたんですけどもまずキャッシュ周りをうまく使って一度実行したテストとかビルドっていうのを短縮できたりだとかあとはプロリクエストを出した際にレポジトリ全体をテストしていると時間とお金がかかるのでプロリクエストの影響範囲だけを 実行したいといとう時に差分禁止の機能があったりしますあとは依存の制約っていうところで禁止許可みたいな設定ができるんですけども、えーまあ、世の中に世の中にというか他のチームから使われることを想定しないんだけどもいつの間にか使われるようになってみたいなことが起こるとメンテナンスが大変になるのでそういった依存を禁止するみたいなこともできたりします開発規模が拡大した際にパフォーマンスの 懸念だったりとか管理が複雑,化になる複雑化するということがあるんですけれども、えっと、こういった課題に対してビルドツールがサポートして、ペインを軽減してくれます。はい一旦ここまでのまとめとしては、モノレポはすべての課題を解決する銀の弾丸ではないんですけれども、うまく活用することで効率的な開発ができます。はい、続いてパンツについて、移っていきます。 パンツは Python のサポートに力を入れているビルドツールです。依存関係のリソルバーだったり、テストランナー、リンター、フォーマッターなど、Python 開発でよく使われている標準的なツールを公式でサポートしていて、スケーラブルな開発ができます。パンツは Python 以外にも Go だったり、スカラ、Java、Shell、最近だと JavaScript のサポートも始めたんですけども、 この発表では Python の機能に限ってお話をしようと思っています。ざっとパンツでサポートしている Python 開発ツールの例を書き出してみました。これらはパンツを使う際に何のセットアップもなくデフォルトで使うことができます。依存管理というところだと Requirements テキストだったり p y p r o j e c t t o m をを使ってて依存関係を管理しているのであればパンツから読みに行くっていう記述が必要なんですけどもそれさえあればこれらのファイルに書かれているパッケージをパンツから使えるようになりますパッケージングっていうところだと Python は実行前にコンパイルをして単一の実行ファイルを生成するみたいな言語仕様ではなく Docker ファイル Docker 内で Python を を使う際は依存するファイルを都度コピーして参照するみたいなことが必要になると思うんですけども、そういった都度コピーするみたいなところが大変なので、そこを楽にするという機能があります。ツールズっていうところだとテストランナーとしてパイテスト、フォーマッターとしてブラック、リンターとしてフレックエイトとか、パイリンととかいろいろあると思うんですけども、こういったツールはパンツがデフォルトでサポートしてますので、特別なセットアップなしに導入することができます。 はい、ここまでパンツの概要についてお話をしてきたんですけれども、どう動かすかっていうのが少しちょっとイメージしづらいのかなと思ったので、サンプルプログラムを使って、パンツでプログラムを動かしてみて、静的解析の実行までやってみようと思います。このスライドのプログラムは、ハローワールドを赤い文字で出力するというプログラムです。でサードパーティーの依存としてはリッチを使ってます。 はいでえっと、パンツを使って開発を進めていくにあたり、セットアップが必要で、主に3つ必要になります。1つ目はパンツバイナリー、で2つ目はパンツの設定を記述するパンツトムルというのが必要になります。3つ目は各ディレクトリごとにビルドファイルというものを記述する必要があります。スライド下のコマンドでパンツバイナリーのインストールとセットアップができます。はいで パンツで開発を進めていくにあたりパンツトムルと各ディレクトリのビルドファイルが必要となり先ほどのサンプルプログラムにそれを当てはめると右のようなディレクトリ構成になります、はいまあ、ただシンプルに各ディレクトリにビルドファイルが増えたというのとレポジトリのルートにパンツトムルというのが増えたという状況です、はい、でパンツトムルこのファイルにはリンターとか フォーーマッターなどレポジトリ全体に関すする設定を記述します、えー、ここに、えー、サンプルのパンツトムルを記述してますが、えー、ここでは、えー、ブラックというフォーマッターとフレイクエイトというリンターのバックエンドを有効にしてます、えー、他にも、えー、パイリントとか、えー、ラフとかマイパイとか、えー、いろんな静的解析とかがあるんですけどもそういったものを有効にしたい場合は、えー、このバックエンドに記述をしていくということになります はいえー、っと各ディレクトリにビルドファイルを記述するんですけどもパンツにはビルドファイルのド自動生成機能があります、えー、ほとんどの場合自動生成されたビルドファイルに、えー、手を加えずに作業を終えることができるので、えー、ビルドファイルの記述が慣れていない方であってもこういったコマンドを使うことで円滑に開発ができます、はい、で自動生成された、まあ、ビルドファイルだったりとか、えー どうういいっっった記述がされてててるのかっていうのかちょっと見てみますこのビルドファイルっていうのはパンツでどのファイルを管理するのかだったりとか各プロジェクトにエントリーポイントに当たるようなソースコードがあると思うんですけどもそういった設定を記述していきますまず PythonSources というのが書かれてましてこれはカレントディレクトリの Python ファイルをパンツに紐づ付けて管理するという記述です こうやって Python ファイルとパンツを紐づ付けることによって、えーまあ、各種性的解析とかテストっていうのが、えっと、Python ファイルに対して実行できるということになります、えー、次に、えー、PythonRequirements というのを書いてます、えー、これは、えー、Requirements テキストで、えー、管理している依存のパッケージをパンツで使えるようにするという設定です、えー、ここでは Requirements テキストを例に使ってるんですが、えー、Pyproject.toml とか もえー、パンツに紐付けることができるので、えーパンえー、と Python 開発で使っているような、えー、パッケージ管理のツールはだいたいパンツでサポートされていますた、はいここまでで、えー、と3つのセットアップが終わったので、えー、パンツからプログラムを実行できる状態になっています、えー、右側のパンツランというコマンドで、えー、プログラムを実行すると、えー、ハローワールドの赤い文字が出力できます はい、で静的解析もやってみようっていうところだったので、えー、静的解析の実行についても、えー、お話しします。えーまあ、パンツリン t というコマンドがあって、これで静的解析が実行されます。1、えー、つのファイルに対してだったりとか、まあ、ディレクトリ配下すべてとか、レポジトリ全体に対してできます。えー、ここでは、えー、そのリントを実行してるんですけども、もフォーマッターとかテストとかも、えー、同様に実行できます。はい 一旦ここままででのまとめです。パンツは Python の標準的な開発ツールをサポートしているユーザーフレンドリーなビルドシステムですパンツを使って開発する際には3つのセットアップが必要で1つ目はパンツバイナリー2つ目はパンツタムル3つ目は各ディレクトリごとのビルドファイルですビル,ドファイルビルドファイルに関しては自動生成ができますので自動生成するコマンドを使うと 円滑に開発を進めることができますで今回、赤いハローワールドを出力するというサンプルのプログラムを使ったんですけれども、今回の例のように既存のディレクトリ構成をベースに大きく変えることなくパンツを使うことができるので、す、え、で、ー、にある程度開発が進んだ Python プロジェクトであっても導入ができると思います。はいえー、ここまでで。 えとパンツの概要とどう使うかっていうところをご紹介したんですけれども、開発規模が大きくなっていくにあたり、モノレポで困りそうなことっていうのがいくつかあると思うので、それについてお話ししていきます。開発規模が大きくなっていくで、まで困りそうなことっていうのをちょっと書いてみました。一つ目はテストとビルド時間の増加です。あとは 先ほども少しお話をしたんですけれども、Python はコンパイルをして、一つの実行ファイルを生成するっていう言語仕様ではなく、Docker ファイルで Python プログラムを動かそうと思ったら、依存するファイルを Docker ファイルに都度コピーして動かすということになりますが、都度コピーするのは大変ということも起こり得ます。あとは、公開する予定のないコードっていうのがいつの間にか使われていると。 えーまあ、そのファイルに対して変更とか削除がそもそもできなくなったりとか、えー、ちょっと質の低いコードが使われることによって、なんかインシデントとか、そういった問題も起こりえるので、えーまあ、意図しない依存を起こるっていうのを避けたいというのがあります。はい、でモノレポはそのコードの共有がしやすいというのがメリットなんですけれども、えー、プロジェクト A、B とかで、えー それぞれでパッケージ管理をしていると、えー、それぞれ、えー、とプロジェクトごとに使っているパッケージのバージョンが合わないので、プロジェクト AB の間でコードを共有できないとかっていうことが起こりえます、はいで。こういった困りごとに対して、パンツとかオノレポはどうやってアプローチしていくかっていうのを少しお話しします。まず、えー、テストやビルドが長くなるっていう問題についてです。 ロー,カルけんローカル環境とか試合環境でテストの時間が長いと時間とお金もかかって開発者体験も悪くなるということが起きます。でこれに対してパンツは次の機能を提供していてテスト時間の削減が期待できます。1つ目は差分実行、2つ目はリモートキャッシュ、3つ目はシャド分割による並列実行です。差分実行は変更によって影響を受けるファイルのみ えー、テストだったりとか、成績解析を、えー、実行するというものです。えーまあ、画面下に、えー、パンツテストを実行して、えー、オプションを付与していますで。このオプションを付与するだけで差分実行ができます。でキャディでも、えー、差分実行を導入してまして、えー、試合の時間が導入前と、えー、導入後で比べるとパーセン90%アイル。 で1 10になりました、はいえっと、オプションを付与するだけで導入できるので、えー、これからパンツを使う際は使う方がいたら、えー、早めに導入することをお勧めします、はい、続いてリモートキャッシュですこれは異なる開発マシン間でキャッシュを共有するというものですリモートキャッシュを参照することで実行済みのコードやテストの結果を再利用することができます これによって試合の待ち時間を短縮できます。CAD ではベイゼルリモートキャッシュという OSS を使って GCS にキャッシュを保存していますで。リモートキャッシュにフルヒットするときとヒットしないときのテストの時間を比べると大体12分の1になりました。でこのベイゼルリモートキャッシュなんですけども AWS の S3 だとか Azure のストレージっていうのもサポートしているのでそういったサービスを 使っているチームででも活用できますでここではそのリモートキャッシュのセットアップ方法は紹介ちょっとできないんですけども c a d ーのテックブログでセットアップについて書いてますのでぜひご覧ください続いてシャード分割による並列実行ですこれはテストを複数のシャードに分けて実行するというものです シャドウ分割をして実行するサンプルのコマンドが次になります。c a d ーの環境で770秒かかっていたテストっていうのを試しに10分の1に分割すると58秒まで短縮されました。770秒を10分割すると大体77秒とかになるのかなと思ったんですけども、これは分割の仕方としてテスト時間が均等になるように分割してるんではなくてテストの数が 均等になるようにしているというところで、まあ、テスト一つ一つ,つの、えー、実行時間が長いとか短いとかばらつきがあると、えー、シャドウ分割しても、えー、少しばらつきが出てきます、はい、で試合環境で複数のマシンを使って、えー、シャドウ分割して並列分散実行すると試合の待ち時間を短縮できます、はいまあ、続いて、えー、と Python と Docker についてです、えーまあ、何度かお話はしているんですけれども Python はコンパイルして単一のバイナリーを生成する言語仕様ではありません。モノレポはファイルの共有がしやすいんですけども、Docker ファイルで、えー、一度依存するファイルをコピーするのは大変です。えー、この問題に対してパンツは PEX というものを提供しています。PEX っていうのはサードパーティーのパッケージを含めた Python 仮想環境を ZIP 形式でパッケージングした実行ファイルです。一つのファイルにまとまっているのでポッタビリティが高いです。左下に PEX を使った、えー、サンプルのコードを載せています。えー、ここでは、えー、PyDantic というサードパーティーのパッケージを、えー、PEX ファイルに固めて、えー、固めています。 でえっと、この生成した PEX ファイルを起動すると Python インタープリターが立ち上がって、えー、そのインタープリター内で PyDantic が使えるというのを確認していますでこのように PEX ファイルで Python プログラムを動かすことができますで、えっとまあ、左の、えー、PEX のサンプルコードを見ると、まあ、こういった PEX ファイルを一つだけコピーすると、えー、Docker ファイルの技術をシンプルにできるんじゃないかなと思いました はい、実際、その、えー、生成した PEX ファイルを Docker ファイルに、えー、コピーして動かすっていうのは、えー、真ん中下の Docker ファイルの記述でできます。はい、えっ、ーと,まあ、というか、まあ、こういったものを使わないと、えー、リクエアメントテキストをコピーします、えー、依存するファイルを都度コピーしますみたいなことがあると思うんですけど。えー サードパーティーのパッケージと自分たちのコードっていうのが一つの PEX ファイルにまとまるので、えーまあ、最低3行ぐらいで、えー、Python プログラムが動くという状況になります。はい。で、えっとまあ、パンツは PEX をサポートしてまして PEX の構築に必要なパッケージとコードをパンツが自動的に検知してビルドしてくれます。どのサードパーティーパッケージと自作のコードを含めるかっていうのはほとんどの場合 明示的にに必必要要すする必要はなくて簡単にファイルが作れますパンツが自動的に依存関係を検知して PEX をビルドでその PEX をビルド,ドッカーファイルにコピーすることでシンプルにコンテナイメージを構築できますで Python ではコンテナイメージを小さくするために、えー、パッケージインストールする際のキャッシュを無効化したりとか削除したりとかあとは VM 部を使ってマルチステージ ビルドでコピーしたりっていう、まあ、テ tips があると思うんですけど、まあ、そういったことなしに PEX ではシンプルにコピーするだけでコンテナイメージを小さくできますで私たちのチームでは機械学習をやっていて、えっと、GPU を使うような、えー、パッケージも扱ったりしてますでそういった GPU が関わるようなパッケージは PEX に含めずに Docker ファイル内で直接インストールするっていうことをやっていて、まあこう こうやるとえっ、ー、と GPU 関係のハマりやすいところを回避できるので、えー、GPU 周りに関してはこういった運用をしてます、えー、続いて依存の禁止設定です公開する予定がないコードがいつの間にか参照されて使われるようになるとバグの原因になったりとか、えー、まあ、そのコードに対して編集とか削除が難しくなったりとかメンテナンスが大変になります でこれに対してパンツは依存の禁止許可の設定ができます。で右にその依存の禁止のサンプルコードを書いてまして、これがサンドボックスっていうディレクトリがあったときに、サンドボックスからその外にディレクトリに対しては依存ができるんですけども、サンドボックスの外からサンドボックスに対しては依存ができないっていうところで、サンドボックスのコードが外から使われるっていうのを え防ぐ設定をしています。はい。で、えっと、依存管理のところなんですけども、えー、ダイヤモンドディペンデンシーズっていうものとワンバージョンルールについてお話をしますで。ダイヤモンドディペンデンシーズっていうのはコードの依存するバージョンが衝突する状況です。えー、まあ具体的な例をちょっと紹介すると、えー、この図のように リブ A が使うリブベースとリブ B が使うリブベースのバージョンが違うと、まあ、ビルドとか実行時にエラーを引き起こしますでこの対策としてワンバージョンルールというのがありましてレポジトリ内の任意のライブラリに対して一つのバージョンを使用することでビルドの堅牢性を高めて失敗を防ぐというものですはい、一旦ここまでのまとめです差分検知やリモートキャッシュシャード分割による実行で 開発規模が大きくなってもテストやビルドの時間を短くできます。PEX の活用でシンプルな Docker ファイルの記述もできます。依存禁止の設定によって意図しない依存の防止をすることができます。p a n s では各プロジェクトごとに依存管理ができますが、全体管理にできるだけ集約するとダイヤモンドディペンデンシーズの対策がしやすいです。 最後に CADY 社内でどういうふうにパンツを活用しているかというところをお話しして終わりにしたいと思います。CADY ではバックエンドの Web API だったりとか機械学習パイプライン、社内向けの Python ライブラリというのをパンツで開発しています。レポジトリの規模としては依存するパッケージが300以上あります。プロジェクト数としては30以上あります。パッケージはすべて1つのバージョンを使っていて、ワンバージョンルール。 が守られていますで300以上のパッケージを、えーまあ、更新したいなとか最新バージョンにしたいなっていう作業も5分以内に終わるようにしていますでキャディでパンツを使ってみて良、えーまあ、かったとこ気になったとこを少し紹介しますまずあらゆる資産を再利用できるので新機能の新規開発が早くなりました 2つ目は、将来的ななな開発効率向上にががる施策がしやすすくっったなと思ってますこれはレポジトリが分散しているとそのレポジトリの開発がなんか一時的に止まるという状況だと将来的な開発効率向上の施策というのがやりにくいと思うんですけどノレポだとどっかしらで開発がされているずっと使われるという想定があるので開発効率の向上に対する施策がしやすいというのがあります。 えー、気になった点としてはパンツの学習コストは一定あるなというところと、えー、機械学習を私たちはチームでやってるんですけどもそのファイルが重いというのがありますはい、えっと、発表の全体まとめです <laughs> モノレポにもトレードオフがありますがうまく活用することで効率的な開発ができますパンツは Python 開発における標準的なツールをサポートしているユーザーフレンドリーなビルドツールです モノレポは複数のプロジェクトを管理できるのが強みなんですけども1、えー、つのプロジェクトだけ管理しても、えー、当然大丈夫ですでモノレポのメリットデメリットっていうのがちょっと、えー、触ってみないと分かりづらいっていうところもあると思うので試しに小さく始めてみるのがおすすめですで今回、えー、とパンツについて紹介したんですけども、えー、紹介できなかったところもありましてそういったものは CADY、えー、のテックブログで公開してますのでぜひご覧ください はい、最後に、えー、とおすすめの書籍です、えー、とソフトウェアエンチリング・アット・グーグルっていう書籍のビルドシステムの章があってこの章は、えー、とモノレッポに関わる人にぜひ読んでほしいなと思ってますはい発表終わりますありがとうございます発表ありがとうございましたでは質問がある方は挙手をよろしくお願いしますあじゃあ一番前の あ発表ありがとうございました、えっと、一番気になったのが多分新しい人が入ってきた時に、えっときに行動をコミットしたいと思ったときにまずちょっとパンツも理解しないとそれもできないみたいなことが起こりえるのかなと思っていてなんかその辺のこう一番最初に始める人がハマりがちなところとか,なんかそれをじゃどう解消していくないかみたいなところがあればあの教えていただければと思います。はい、質問ありがとうございますそうですね、えっと 発表の中でパンツの学習コーストがってあるっていう話をしたんですけどもチームではドキュメントだとか動画っていうのをまとめてましてまず新しくチームに入ってきた方はそれをまず読んでもらう見てもらうっていうことをやってますでパンツを使って初めて開発するっていう際はペアプロとかモブプロをしてましてこうすると動きますよっていうのをまず一番最初にやって実行のイメージまでをつかんでもらうっていうところを新しく入ってきた人に対してやってます ありがとうございます。はい、他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか？よろしくお願いします。あ、すいません。あのえっ、ー、とうち。でもその python のプロジェクトをなんかあのコンテナイメージにして、あのデプロイするっていうのはやってるんですけど、そのペックスを使った時のあのメリットがあんまり分かんなかったんですけど、ちょっともう一度お願いしてもいいでしょうか？ はい、質問ありがとうございます PEX、はいえっとね、を使ったメリットなんですけども、えっと、まず一つのファイルにまとまるっていうのがメリットの一つ目だと思ってます。えっと、ここで、えっとまあ、この左のディレクトリ構成のときにこの Python ファイルを動かすときの Docker ファイルをちょっと例示してるんですけども、まあ、いろんなコピーが発生すると思います。 ここは、えっとまあ、Python ファイルが少ないんですけども、まあ、モノレポだとえあらゆるところの Python ファイルを参照したいとか、ライブラリを参照したいっというところがあると思うんですけど、えーまあ、それがホイールとかにまとまってない場合は、まあ、ファイルを都度コピーする必要があるっていうので、えーまあ、そのコピーとかの大変が記述になるっていうのがあり、えーまあ、実行ファイルを一つにまとまるっていうのがメリットだというのがまず1つ目のメリットです。で2つ目のメリットとしては、えー Docker ファイル違うな、コンテナイメージのサイズを小さくしやすいというのが2つ目のメリットです。えっとまあ、発表の中でも少し触れたんですけども、えーまあ、依存関係をインストールするときのキャッシュを削除したりとか、まあ、無効化したりあとは VM を使ってマルチステージビルドで、まあ、コピーするみたいなと、えー、ことをして Python のコンテナイメージを小さくするみたいなのが、まあ、よくあると思うんですけどそういったそのコンテナイメージを小さくするっていう、まあ、その Tips を知らずともコピーするだけで小さくできる。 っていうのが、えー、ありますなので、PEX 使う際のメリットとしては、えーまあ、コンテナイメージを小さくしやすいっていうのと、一つの実行ファイルにまとめることができると、この二つだと思ってますあ。ありがとうございます。すみません、もう一つちょっと追加でお聞きしたかったんですけど、その、えっ、ー、と、Docker ファイルはあの手書きっていう感じなですか、それともあのなんか、パンツがこう依存をこう全部拾って、なんか入れてくれるのかなみたいなイメージをちょっとしてたんですけど、そういう感じではない ドッカーファイルに関しては手書きをしてます。えっとまあ、具体的にはこういった、まあ、コードをコピーするみたいなことを手書きでやってます。でえっと、この PEX、まあ、どう作るかっていうところだと自分たちでは、えー、書かず自動生成とかしてくれるのでそこはどの依存がひも付いてるかっていうのはなるべく自分たちで管理せずにできます。えっと、コンテナイメージを作るところまでは パンツが直接ドッカーファイル経由せずにやってくれるっていう機能はないみたいな感じなんですかえっと、そうですね、ドッカーを経由して、えっと、例えばその PEX を自分たちで作って、ドッカーにコピーしてくれるみたいなところですね、それで言う PEX を経由せずに、なんか全部依存をこうたどれば、勝手にこうコンテナイメージた、確かそのベイゼルとか だと、なんかできたような記事を読んだことはあったんで、パンツでもその docker ファイルをそもそも書かずに、あのこのアプリケーションを動かしたいっていうだけで、コンテナイメージ作れないのかな？っていうのをちょっとあの気になりました。なるほど。あはい、繰り返しできました。ありがとうございますえ、それで言うとパンツではそういったサポートできてないので、ちょっとベーゼルがそこら辺強いのかなと思ってます。あ、すいません。ありがとうございます。 ありがとうございました。ではお時間になりましたので、えー、西原さんの投稿を終了とします。発表ありがとうございました。ありがとうございました。